サンデーナイトスクープの時間がやってまいりました。複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、さまざまな謎や疑問を徹底的に究明するサンデーナイトスクープ、私が局長の西田敏行でございます。記者の橋田恵梨香です。当探偵局ではテレビをご覧の皆様からの依頼に基づき、直ちに優秀な探偵を派遣し、真相の追求に当たります。そして本日の顧問はナイトスクープにはなくてはならない料理界の奇才、林博人顧問にお越しいただきました。それでは本日最初のご依頼参りましょう。はい、最初の方は兵庫県にお住まいの岡本マリボンヌさん、71歳画家の方からのご依頼です。マリボンヌさん、いつも楽しく拝見しています、うん、私は日本に来て44年になる大阪弁を話すフランス人です。トレビアン38歳の息子がいるのですが、うん、実は自転車に乗れません。そんな息子が来年から千葉の大学で文学の先生として働くことになりました。すごいじゃないですか。そこでの生活は自転車がないと不便なため、息子も乗れるようになりたいと挑戦したのですが、ダメでした、私も主人も死ぬまでに一度でも息子が自転車に乗るところを見たいです、どうか助けてくださいというご依頼です。あらまあ、子供の頃に両親がですね、まあ、僕らが当たり前にされたようにこう自転車乗りなさいとか練習したいとか、進めたんですね、両親は一応、でもあのこの38歳の息子さんがですね、危ないと言って乗ろうとしなかったそうなんですよ、全然今まで子供の時から自転車いらないと危ないからで、それで機会を逃してずっと38年経ったんですけど、息子さんは今車の免許も持っていませんし、で今回ね、あの千葉の方に行くということで、やっぱ通勤とかにね、ちょっと自転車があった方がいいってことなんですけども、さあ38歳の息子さん、自転車に乗れるようになるんでしょうか。皆さんご覧ください。はい、関西弁バリバリ。そう、関西弁しかできない。関西弁しかできない。あの画家なんですよ、お母さん。画家です。絵とかね、これいっぱいありますけど、こういうのとか、そう、これ全部お母さんの作品。そうです。油なの？これは油で、主人の髪の毛ついてた時の昔とか。ご画家に作るの？ご主人、息子さんが自転車乗れない。乗れない。できるようにしてください。殴ってもいいから、ね、38歳の大人は殴ってもいいんですか。ハーフになるんですね、うん、そういうこと。息子さん いるんですよ今。ちょっと会いたいですね。ナモー。おー、すげえ、フランスっぽい。ナモー。あー、さんですか。いや、もうちょっとハーフ感ゼロやん。普通のおじさんですよ。ハーフって思われたことないでしょ。昔は言われたんですけどね、ちっちゃい時にね、金髪でしたよ。そう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 、3歳までぐらいの。え、それはもう自然に。自然に。そうそうそう、だんだん暗くなった。だんだん黒くなってくるの。あ、そんなもんなんですか。そうですよ、文学の先生みたいなことをやられてるってことですよね。4月からはその予定なんですけど、それ千葉の大学で教えるという。本当に自転車に乗りたいという意思はあるんですね。はい、あります。そうなんですよ、親父が明日誕生日なんですよね。明日、うん、頑張ったんや、いうところを見せてあげたいな、いう気持ちもありますね。38でしょ。38のおじさんが自分の親父さんの誕生日に自転車乗れたところを見せたいっていう。いや、いいけどね、それいいんだけど。 お父さん今日いらっしゃるんですか。いらっしゃいます。呼ぼか。はい、あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして、竹山と申します。お子さんと申します。よろしくお願いします。若い時はこれですよね。45年前のお父さんがこれだった。今がこちらになったという。お父さん何やったんですか。音楽。え、ミュージシャンなんですか。ダメの大音楽会に2回出ましたよ。あ、嘘。、うん、ルネッサンス音楽のリーダーで言った、うん、ま、ルネッサンス音楽、うん、ちょっとカーブバロックの80時代前。すごいすごいすごい、まあ、すごい。 CD もあるんですか。いっぱいありましたし、坂本龍一さんじゃないですか、うん、僕らのために曲を作ってくれて、はい、打楽器も弾いてくれて、はい、一緒にこの CD1 枚作ったんです。息子さん自転車乗れないですよね。で、今日乗りたいってことで依頼が来たんですけど、自転車乗ってほしい。乗ってほしいと思う、で、お父さん明日誕生日なんですよね。あ、そうですか。いやいや、知らなかったことも。お父さん明日誕生日ですよ。例えば息子さんが自転車に乗ってる姿を今日見れたら、いい誕生日になります。すごいいい誕生日になりますね、それは。それはね。さあ、というわけで、
電車の練習したいんですけど、もうこっからあえて先生と呼びますね。はい。でも先生と呼ばれた方がよりプレッシャーがかかるんじゃないかと。うん。おお。ペダルよ、言うことを聞いてくれ。なるほど、これがもう今の現状ってことですか。ええー、そうですね。いきますよ。はい、せーの。はい、ペダル回して、そうそういい、ペダル回して、こいで、いける、逆、ペダル逆に回しちゃダメですよ。ちょっと危なくなったんで。こいで、逆ダメ、危なくて、怖かった、ブレーキ、これ乗れてる乗れてる。ペダルを逆に回しちゃダメですって。こいで、無理だな。お母さん。はい。これ重症です。してる。はい。多分運動神経的なものがあんまり。決して、はい。ちょっとそれ見ていいですか、どれくらい。ああ、なるほど。なるほど。これ学校でやりましたよね、バスケット。まあ、やったことありますね。やりましたよね。じゃあ先生、こう歩くことはもう歩けるじゃないですか。でやっぱりそこからリズムカルに運動神経というか、これ見たら結構わかるんですけど、スキップできます？一応できますね。嘘だろ先生。先生、真面目にやってくださいよ。ちゃうかな。ですよ。コントの面白い人ですよ。関西サイクルスポーツセンターにやってまいりました。どうやらこちらにですね、先生がいると。なるほど。でここからですね、お父さんも駆けつけていただきました。息子さんの応援にね。ナイトスクープですけど。はい、お願いします。自転車を特訓してくれる先生、はい、こちらにいらっしゃるって来まして。はい、おります。12年間ぐらい、はい、約5000人ぐらいの方、はあ、自転車乗れるように、指導させて。12年間で5000人の人が自転車乗る、はい。ちょっと待ってくださいね。お父さん、女子トイレ女子トイレそっち。お父さん、勝手にトイレ行ったと思ったら、なんていう方ですか。ハッスルアキラ先生。ハッスルアキラ先生、はい、マジで、はい、すいません。ハッスルアキラ先生。あ、ハッスルアキラ先生。どうも。あ、ハッスルアキラです。すいません、ナイトスクープです。あ、どうも。なんでハッスルアキラなんですか。これね、僕あの普段子供にも自転車教えてるんですよ。はい。だから子供なりに下の染みを込めて。はい、あ、それであえてその名前に。あえて。それとまあ僕がハッスルして、はい、なんとか教えてあげようと。一応ね、今のところこんな感じなんですよ、ええ、ですね、はい、運動の方があんまり昔が得意じゃなかったんですよ。で、あの一応スキップあるんですけど、あ、はい、回ってください。これ先生ガチです。素晴らしい無感覚で、まあ、手強いかもしれませんけども。手強いですか、やっぱりこれ。まあ、なんとかね、はい、さあ、それでは今から特訓を開始したいんですが、はい、お父さん、ギターみたいなのは何なんですか。これはね、リュートという楽器。リュート、それなんで今日は持ってこられたんですか。一番弾きやすいです。野外で。一番弾きやすいから、なんで弾こうと。応援。あ、もうそうですね、応援のために。自転車っていうのは体でみんなやっぱバランス取ろうとするんですけども、はい、自転車自体こんだけ揺らぐことってまあないんですよ、うん、やっぱこれなんですよね、はいはい、ここを動かすことによって足が乗るんですよね。だからこのバランスを取るためにハンドルで我慢してくださいね。ハンドルで、ハンドルを動かして、ハンドルを動かして。ほら、今体で今バランス取ろうとするでしょ。これを動かして、これ蹴って、で、あとは遠く見てハンドル軽く持つんですよ。
そう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 。あの先生うまいね。説明がすごい綺麗。綺麗ですか、ね、ハスラー。あ、教授来ましたよ、教授。ハスラーじゃないです。ハスラーが。ハスラーこれですか。1回、2回で、あとは我慢しかった。おお。ブラボー。信じられない。前に進むの快感ですね。あ、快感を感じてますか。ちょっとね、うん、バランスも取れてきてるような感じです、はい、右足の方のペダルだけスタートポジション何か言ったら踏んだら今度は自転車が走るんですよ、はい、っていうのを覚えてもらう、はい、そう、もっと蹴って、まだ蹴れますよ、まだ蹴れますよ、まだ蹴れますよ、で足上げて、そう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 早い、そうっすか、さすが、ほんまっすか、うん、嬉しい嬉しい。蹴って蹴って蹴って足上げる。さあ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 。頑張ってる。いやいや、僕は感激してるよ。そうそう、感激してる。うんうん、いや、まさかここまで来るとは。足の負担を考えますと、はい、もういよいよ最終段階に。ああ、ちょっともうだいぶ寒くもなってきましたし、最後の特訓しますんで、お父さんとお母さん、もしよければ中で。はい、ちょっとゆっくり休んでいただいて、その後に乗れる姿を見てもらおうと。ハンケチが用意する。だから一回、いや、お父さん早い早い早いよ、お父さん。まだ乗れてないから。左足のペダルもつけまして、はいはい、もう自転車まあ完成ですよね。漕ぐ練習。普通に漕いで。普通に漕ぐ練習をしっかりと踏んで、はい、乗せる練習。で回してきてください。下向いてる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 。慌てて下向いたりとかハンドル力入ったりとかするから、もう普通に踏んで乗せる練習。踏んで乗せて回す、しっかり回してきてください。まだ回してませんよ。まだ回してません。まだ回してません。回してっていう瞬間に足の回してよ。さあそこでやめたらあかん。そこでやめへんかったら自転車がまっすぐになるから。力抜いて落ち着いたら。しっかりと踏んで、さあそういうわけでもうね日が暮れまして、ここのところで2人並んで待っててください、はい、そしたら息子さん向こうからちょっと暗くてなかなか見えないんですけど、はい、向こうからお二人のところ自転車でやってきます、はい、ここまでできましたよということで、はい、大丈夫ですか、自信は、はい、行きます、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、行きましょう、この距離、ここまで来たらどうですか、50m、50メーターぐらいありますね、うん、すごいですよ、朝に比べたらそこまでってね、さあ果たして奈良先生お父さんとお母さんの前で自転車で来れるのか、お願いします、行こう、よし、しっかり踏んで、しっかり踏んで、しっかり踏んで、フランス式、はい、ああ、お誕生日おめでとうございます、ありがとう、一時早いですけど素晴らしいプレゼント、うん、それはそこまで期待しなかったから最高、これからもまあ練習したら、はい、うまくいくと思う、南本先生嬉しかったでしょ今日、ね、すごい嬉しかったですよね、嬉しいです、じゃあせっかくなんでちょっと暗いですけど、はい、喜びのスキップをやりましょうか、やります、はい、やりますね、あれでもちょっとできるようになってない昼間よりちょっとできるようになってるちょっと変わってた、いや素晴らしい、まあ、とりあえず、うん、アクセル明先生のお声もありました。